再開するんだけど、情報だね。情報読み込んで調べられる。ああ、調べられた。お？ちょっと待った、ちょっと待った。ここが風で、ここが火でみたいになってんな。あー、ここだ。で、多分もう一個ここだ。選んだら始まっちゃうな。じゃあ情報読もう。なんで風とか火とか書いてないの？赤、青、緑、黄だって。ああ、でもちゃんと火の属性モスって書いたな。水の属性で攻撃すると倍のダメージ、しかし風の属性を持つ仲間は普段の倍。有利属性を得てもダメージ増えるし、不利属性でも受けるダメージが増えるか。倍だって。倍ってすげえぞ。お、攻撃力14で列だって。あれじゃん。俺がバカにしてたやつの2倍強い。上に属性持ってんのか。なるほどね。あれ、能力一緒じゃない？ 120 だしな。あれ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 、あー一緒だわ。そこまでわかりやすくしてくれるのか。14ね。もう14の列ダメージだって。そんなことよりよ、自分たちだよな。どこに属性書いたんだ。あ、主人公以外、あと剣闘士か。これは整理しないとわかんないな。自分たちを属性で分けた。これ覚えらんないな。戦士、忍者、剣術師、僧侶は火属性。侍、巫女、魔術師、神官、アーチャーが水属性。で、バルキリー魔女は風、祈祷師だけ土、あと騎士と剣闘士が無属性だと思うんだけど、ひょっとしてあ、やっぱりそうだ。人によって違うわ。職業で決まってんじゃないや。いや、でも今回は入れ替えて戦ってできるのか。風の侍とかいるわ。土のバルキリー、火のアーチャー。まあ無属性覚えらんない。あ、無属性、若者に無属性いるか。まあどの属性と戦うか決めてから
で編成してって感じか。ユーリフリーは、こんな感じ。こんな感じか。ここにはアップダウンしか書いてないな。あ、中がある。ビフォイと読めないそうだよこれ。ビフォイ、ビフォイという魔物は特に属性が強く、だから特に属性が強い状態が2倍か。じゃあじゃあ今回は特別だな。有利属性、不利属性の時だけダメージ計算変えなきゃいけないのか。だから基本的に弱点属性は引っ込める上で有利属性入れていく。でも結局ダメージに耐えらんないとね。今回は攻撃力が14だから、まあ2倍くらいやつはもう最初から入れないで、14に耐えられるキャラを中心に組ん でさらに有利属性をたくさん入れるでいいのかな。まず最初に水が多かったから火と戦えばいいのか。ちょっと編成してみよう。まあいっか。さてこれから挑むのが水属性じゃない、じゃない、火属性だから水で挑めば与えるダメージは倍だし、もらうダメージは半減だから14の列攻撃だから水に対しては7しか与えてこないっていう計算で並べてる。最初は3ターンいけんのかな。3して21、後ろが防いだ上で7に14、まあ回せるようにも作ったし、最初に火力出せるようにしたから大丈夫だと思うんだけど、火はここだっけ。そうだね。まあまずやってみよう。しか耐えらんないじゃん。僧侶はなんか防御補助だと思った。これローテーションするつもりで編成してんのに
しないで済むっていう。まあ計算の仕方は分かったな。じゃあ次は、火が人数多かったから、火ね。火が強いのは風か。風と戦うつもりで、ちょっと編成してみよう。あ、だいぶ削ったね。理解してる。大丈夫。属性を入れ替えしといた方がいいな。例えば今火と風を倒したから、もう次は土を倒そうって考えたら、風を集めときゃいいのかな。これバル下げらんないからな。めんどくさいな、バル。ターンずつぐらい回して倒しきるんじゃないかみたいな。死ぬわ。大丈夫。うわあ、あったね。
2段目で倒せるんだよな。これあれだな、編成おっさんとこで変えなくても適当にいけんな。次なんだ、残ったのが水か。水は火に強くて土に弱いのか。さあ最後。違う、開けてあるじゃん、グラフィック変わってんじゃん。こっちこっち。さあ水に有利なのが土だから、土中心で2ターン耐えられるようにってことで、石化作戦、祈祷師が土属性だったから石化を使っていこう。最後になっちゃうけど、石化生えるのが最後じゃねえや、ここだ。でこっから石化ボリュームでダメージアップ。あーもう次で絶対終わる。倍かな。石化中は 1.5 とかっぽいな。やったーとかないんだよな。ほんと練習。真ん中に戻るかな。動ける。なんでここ調べない。開き方、いやー今回3つとか来ると思ってた。1個だ。なんで話進むために難しい言葉使っちゃったの。
とはあれか、今言った通り国王が怪しくて、怪しいって言い方はおかしいけど、国王が石持ってそうで、あと行方不明になった一人かが持ってそう。はいはい。中の魔物、森の魔物、なんか道にいた動物っぽいのは知らないな。まあ襲われた原因だし持ってくよ。これあるとまた来るよ魔物。なんで片言なんだろう。騎兵隊って言ってくんだろう。子供がうろ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 してる。もう連れてっていいもんだと勝手に思ってたな。忍者も侍もなんか言ってくんのかな。似たこと言ってた。子供が気になる。なんか軽くディスられちゃった。おお。さあ戻って、どのがついた。ああもうそこら辺から説明不足だったのか。まあ怪しいのはこっちだからな。よくぞ破ってくれたって面白いな。なんかまともな挨拶になったのこっちの方は。ちょっと侍のイメージが良くなったな。さあこれで戻るみたいだな。ちょっと名残惜しいけど戻るか。